こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。中国仕入れで品質を管理する方法。ね、世界の商品の90%は中国製と。ねまあ、今やね、ほとんどの商品が中国製というのが多いんですけど、しかし、中国製品の品質にはものすごいばらつきがあると。まあ、実際にはね、もっと細かくも分類できるでしょうし、 これより大きく分類しちゃったらちょっとね大雑把すぎるんですけどまあ例えば iPhone ね、えー、iPhone も、まあ、Made in China パナソニックも中国で作ってる、まあ、ダイソーはもちろん中国製品多いでオーストラリアに入ってる商品も、まあ、中国製がほとんどで、まあ、個人でね、えー、中国のものを転売しようと いう形で中国のものを輸出したり輸入したりしているというような段階をね一応この5段階に分けてみました。で、一番上の、まあえー、iPhone、ね、高性能なものだって中国で作っているということなんですけどただ正直ね、ねこ iPhone 並みの性能をクリアするには作業員か監督者に死認が出るレベルの品質管理が必要と。 これ、極論じゃなくてね、えー、実際にたまに死人出てます。作業員がね、えー、自殺しちゃったとか、えー、あるいはね、えー、監督者が恨まれて殺されちゃったとか、まあえー、ニュースをチェックしてれば、まあ、定期的にあると。まあ、これはね、えー、中国に限らず、台湾でもタイでも、えー、どこでもあります、ね。えーまあ、ドイツとか日本とかね、アメリカの一部の企業なんかの要求する品質管理、 これは、まあ、それ以外の国の人には、なんでそこまで必要なんだと、ね、理解できないレベルの品質管理です。ただ、そうじゃなければ、今やね、リチウムイオンバッテリーとか、まあ、スマホとかパソコンなんかは、えー、安全に動くものが作れないということで、きちんと品質管理をしますけど、ただ、理解できないものをね、えー、無理やり達成させてますから、不満はすごいたまると。 ね、あるいは鬱になっちゃったりね、えーまあ、それこそ、無知で鬱つとか殴るとかね、給料払わないとか寝かせないとか、まあ、そういうレベルまで働かせたりしますから、えーまあ、へこたれて死んじゃったり、ね、裏前で殺されちゃったりってことがあります。逆に言うと、そこまでやんないと、えー、そのスマホ、ねえー、iPhone、あるいはパソコンレベルのものは使えないと。 ね、ちょっとでも甘いとあっという間にね、えー、リチウムイオン電池なんか発火事故とかね、えー、リコール騒ぎになりますで逆にね個人個人輸入の商品はほとんどこのレベルですけどもう中国企業の実践に任せた品質管理、まあ、品質管理というか品質管理されてないとりあえず形作りましたみたいなね、えー、もんだと、まあ、性能がどうこうとかねここが動くとか、えー、耐久性とかそういう商品は全く、えー、ダメです では、オーストラリア、ね、あるいはアメリカ、日本で販売しても問題のないレベルの品質管理、どの程度のことをすればいいのかというのを、ね、参考例までに、例えばこのダイソーレベル、ね、日本で売ってもまあほぼほとんど100円だからというのもありますけどね、クレームがないというレベル、これを達成するためにも、達成するために必要なこと。まずね、 サンプルを10種類程度手に入れるとこれはあの数個とかじゃ話にならないですね。100個から1000個ぐらい手に入れて、そのサンプルがまずどの程度ちゃんとしてるか。サンプルの段階でね、3割以上不良品があるようだったら、まあ、これはちょっとその後取引してもしょうがないというレベルなんでね、逆に1000個手に入れてね、300個不良品があるかどうか、まあ、この程度を見ると。 で、サンプルで合格費を作ったメーカーの工場を見に行く。ねえー、どういう、ちゃんと整理、整頓はされてるのか、どの程度の教育をされてるのかね、えー、そういう風に工場を確認しに行くと。ね、で工場の視察の結果も OK なら、まあ、とりあえず10万個ほど発注してみると。で、10万個のうち、まずは1万個を納品してもらって、えーまあ、要求した検品ね。 ブドマリが、まあ、5%か1割か分かりませんけど、ねえー、商品により決めたブドマリをきちんと達成されているかチェックして、OK なら残りに、ねえー、9万個を発注というような、ね、形で、まず、えー、品質をチェックしていきます。工場に見に行く。まあ、サンプルがそもそも、ねえー、100から1000。でそれから、ねえー、どういう工場で作っているか見に行くで、えー。OK だったら10万個発注と。 この3つが揃わないと。例えばね、えー、10万個って発注がなかったら工場を見に行ったら経費倒れですよね。で、あるいはサンプルでね、100個から1000個っていうのもね、えー、通常は初めのサンプル費用はお金を払うと。で、その分本注文から引くって形になりますから、えー、サンプルだけ買うとすごい割高になります。だからね、えー、10万個作るって前提があって、初めてこの品質管理に乗っかってくるって形ですね。 正直、10万個売れる商品を我々が見つけ出せるか、不可能じゃないにしてもね、現実的には可能性が低いと。なぜなら、10万個売れる商品っていうのは、えー、非常に需要が見込める商品なんでね、逆に言うと、需要がたくさん見込める商品っていうのは、そんなに高くは売れないです。まあ、こんな手順を我々副業組が取れるわけがないと。まあ、そうなると、性能とか耐久性が求められる商品を中国から仕入れるのはやめた方がいい。 で、もしそういう商品ね、えー、仕入れる場合は、まあ、こういった手順で検品して、えー、販売しているダイソーで買えば、ね、こういったテストをクリアした商品は購入できるということなんでね、まあ、直接仕入れ、ね、直接仕入れをした方がもちろん費用が落ちるものもありますけど、まあ、 大量に発注、大量っていうのがいくつかによりますけど、まあ、最低でもね、1000、えー、個近い何百個、あるいは1000個を超えるような数になってこないと、まあ、正直ね、直接頼む意味ってあんまりないんじゃないのかなというふうにね、えー、最近このダイソーの商品を見てたり、まあ、中国にね、商品頼んだ時の費用とか流れを見てると考えるようになりました。またどういう形で中国使っていくか。 ね、あるいはね、えー、ダイソーでどの程度のことができるか、まあ、この辺についてはまた個別のご質問をいただければと思うんですけど、まあ、何しろ、品質チェックというのをね、えー、ほぼ、まあ、我々副業組で品質をチェックするっていうのは、必要な作業がね、えー、できないと、やったら割に合わないという形なんでね、まあ、そういう商品を外した方が無難だというのをね、 えー、分かっていただくためにこの実際に必要になってくる品質チェック、えー、実際にダイソーなんかがどういう品質チェックをしてるかという方法をね、えー、ご紹介させていただきました、まあ、そんなこんなで、えー、まずは日本で仕入れて送るというのでね、えー、売れる商品を見つけるのが、ままあ、一番効率いいかなとせっかく日本に住んでるんでねで日本に住んでない場合も逆に中国から直で取るよりはね、えー、日本から買って 送った方がまあこれにはね、えー、オーストラリアに参入してるセラーの半分以上が中国人セラーというのもねあってまあ当初考えてたより中国人セラーの割合が高いんで、まあ、こうなってくるとねそもそも中国商標が扱ってね、えー、なんとかなるんかいなと。 逆に言うとどうにもならんじゃないのかというような、ね、気がしてきたんで、まあね、やっぱり日本商品中心に、ねえー、わざわざ人気の日本商品が日本人で手に入りやすい。まあ、日本にいるばももちろん手に入りますしね、ね日本に住んでなくても、まあ、日本のツテとかね、えー、私、あるいは私の会員さんなんかの協力を得れば日本のダイソー商品、ね、あるいは、えー、ネットショップで買える商品は手に入れられるわけですから、まあ、そうなると、まあ、わざわざ中国商品、 扱うううのもどうかなという形でね今考えてま,すまあ、それぞれ扱いたい、好きなジャンルによっては、まあ、中国商品行きましょうという場合もありますけどね、何やろうかなという段階だと、やっぱり初めはね、えー、ダイソーから始めるのが無難だなということをね、まあ、この品質管理の面からも、えー、分かっていただけるかなと思いましてね、えー、この動画を作りました。また、ご質問をお待ちしてます。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。